体って裏切らないので、やったらやった分だけ必ず良い成果が出るというか、確実に体に現れてくるっていう、全てがこう自信になっていく。トレーニングから始まる新しい人生の第一歩。一番最初にお話をした、トレーニング前に、必要なその体をより動かせるような能力、その可動性でしたりとか、体をコントロールする能力の、部分のエクササイズを実際にこれからやっていきたいと思います。可動域を広げてあげたりとか、体をコントロールする能力が良くなれば、そのトレーニング、実際に筋トレをして筋肉をちょっとつけていきたいという動きに対しても、より効率よく筋肉をつけていける、そういったためのすごい土台になると思いますので、そういった部分から取り組むっていうのはすごい大事なんじゃないかなと思います。体をコントロールする能力なんですけど、大きく2つあって、男性が得意なのはグッと力を入れることがすごく得意で、女性ってすごくこう柔らかく動かすこと得意なんですけど、力をグッと入れることっていうのがすごい苦手だったりとか、その辺が2つ両方ともうまく操作できる能力って必要なので、最初に柔らかく筋肉を使いながら体をコントロールするトレーニング、もう一つはお腹にグッと力を入れた状態で体をコントロールするようなトレーニング、2つご紹介したいと思います。まず最初に寝ていただいて、で足が直角の状態です。この状態に膝の上に、こういう軽いボールがあると思いますので置いてあげます。で肘でボールを挟んであげて、このままキープです。で反対側の腕と肘をタッチして、手足を遠くに伸ばす。息を止めないようにコントロールしながら、肘と膝をタッチして、できるだけ遠くに向かって伸ばす動きです。ジムで運動ってなると、やっぱりとりあえずこう筋肉をつけようとか、筋トレみたいなイメージがどうしても先行してしまうというか、体が大きくてこういう人でも前屈ができないようなことって、こうすごくこう大きいのに、なんかすごい不自由そうというか、日常生活だったりとか暮らしていく上でも、こう体が機能的であるってすごく大事で、実際に筋トレをして筋肉をちょっとつけていきたいという動きに対しても、より効率よく筋肉をつけていける、そういったためのすごい土台になると思いますので、そういった部分から取り組むっていうのはすごい大事なんじゃないかなと思います。次は、お腹に力を入れた状態で体を動かすという動きをやっていきたいと思います。よく、プランク、または、フロントブリッジと呼ばれるような、こう肘をついてこう固定するような動きだと思います。このポジションで結構腰が反ってしまうことっていうのが一番良くないので、しっかりお腹を使うためには頭から足まで一直線、こういう状態です。これがしっかりとお腹に力を固めるという動きですね。男性が特にグッとするような動きです。この状態で今度は動かす能力ということで、少し強度を上げてみたいと思います。ボールの上に肘をついて足を伸ばしていきます。同じ姿勢ですね。お尻があまり高くならないように頭からお尻まで一直線、この状態から手を前に伸ばして戻す。どんどん腰が反ってきやすいと思いますので、腰が反らないように、一見地味なトレーニングの方がすごく大変だなっていうのは実感しましたね。でもその分こうじわじわ中から効いてる感じはします。